じゃあですね、早速ですね、ギョルギーさんに来ていただいてます。今日ですね、突然ちょっとインタビューという形で撮らさせていただきますけれども、よろしくお願いします。お願いします。とは言ってもですね、ギョルギーさん、私今日ねお会いをしてまだすぐ、はい、で早速こんなことでお願いして恐縮なんですけれども、当然ながらですね、これを聞いている方はまだご存知ないので、簡単にですね、ギョルギーさんの自己紹介をいただけますでしょうか。はいはい、私はギョルギーピピアと申します。よろしくお願いします。日本人の方ですか？いや、違います。とても日本語が上手なので。いや本当にもう日本から帰ってもう10年か15年ぶりなので、前のことなんですから。それは逆に いつ頃日本に何のために行かれたんですか？そうですね、私は合計で9年ぐらい日本に住んでたんですね。9年、はい、最初は東海大学の留学生教育センターで1986年に、はい、なるほどなるほど、勉強しに行ったんですけども、うん、その後、国に帰って、当時はソ連だったんですね、うん、でモスクワアジアアフリカ諸国大学を卒業したんですけれども、うん、その中にこう日本の東海大学と交換留学という制度があってですね、はいはい、我々の大学のですね、4年生は東海大学行って、その後は東海大学のロシア語学科の皆さんは、逆にモスクワ大学にロシア語を勉強しに来るという制度だったんですね。なるほど。それで私はアジアアフリカ諸国大学の4年生になってから、はい、10ヶ月ぐらい、東海大学にいたんですね。その時点からも日本を好きになって。そうですか。初めてそのちょっと前の話になりますけど、初めて日本に行った印象はどうだったですか？いやいや、もう本当に何ですかね、非常にこう差が、当時のソ連という国の、はいはい、そう日常生活のレベルと、日本での日常生活のレベルが全然違ってですね、86年の頃でしたので、ペレストロイカは始まったばっかりの時代なので、多少自由にはなってたんですけれども、でもまだ、物が足らないとかですね、そうですね、お店に行っても欲しいものがないとか、はい、よくあったんですね、当時も、はい、で日本に行ったら、そう、自由もないですし、で日本に行ったらもう24時間のコンビニがあるっていうすごい、カルチャーショックだったんですね。はい、もうお腹空いたら、深夜に行って食べれると、行って食べれるという、今まで当たり前だったことが海外に出て違うというのをその時に経験されたんですね。でも他方ではやっぱり日本は私の故郷のバツミ、バトゥーミ、はい、に近いもの、非常にジョージアの西海岸の方ですね。はい、でバツミは、アジャリア地方というところなんですけれども、バツミはアジャリア地方の首都、都なんですね。なるほどなるほど。で気候的には非常に日本に似てるんですね。で静岡県とか朝霞とか、ね、あんな感じですか。で、アジャリア地方はお茶の栽培とか、お茶っぱ、はいはい、とあと、柑橘類栽培とかで、みかんとかですか。みかんとかですね、はい、みかん、あれもオレンジとか、あれ非常に有名なんですね、昔から。そうですか。それで日本に行ったら非常に似てたんですよ。で私が住んでたのは、いわゆる湘南校舎っていうところで、平塚の近くのキャンパスだったんですね、東海大学の、はい、で非常にこう気候的にとか似てる、そっくりだったんですね、夏にとか、からそんなにホームシックってのはなかったんですね、逆に。それは素晴らしいですね。ですぐに日本人の友達がいっぱいできて、なるほど。で当時私が良かったなと思ったところは、やっぱり日本人の友達がいっぱいできて、やっぱりこうコミュニケーションがこう、最初は私片言だった、日本語はどんどん上達して、それが一番アチーブメントだった。私が自分で思ったちょっと話がもう最初からですね、ちょっとずれちゃうかもしれないですけれども、やはり我々がこう海外に出ていくときに一番最初の壁は語学、言語だと思うんですよね。でみんなが小学校からね、日本の人っていっぱい勉強するんだけど、結局は話せないと。今お聞きしているとやっぱりね、片言でもやっぱりね、たくさん友達ができた、その何かコツとか、こうあった方がいいっていうのはありますか、上達するコツ。私が日本にいて、日本の語学教育で気がついた一番、問題点といいますか、弱点といいますか、システム自体は非常にいいシステムなんですよ。
あの2年生から教えてるんじゃないですか、はい、あので与えてる知識は非常にこう素晴らしいシステムで与えてるんですけど、うん、ただあの子供の頃からですね外国人にあのコンプレックスせずに何ですかそのコンプレックスっていうかあの、うんこうビビっちゃう。ビビ、そうそう、それはそう心理的に、はい、あのこの壁をこう乗り越えれる能力を身につけさせないといけないですね。やっぱりね、どうしてもね間違ったら恥ずかしいとか分かんなかったらってそれありますよね。それを乗り越えるための能力を身につけないといけないっていうのは、それが欠けてると思うんですよ。あの、うん、ボカビュラリーはちゃんと教えてますし、うんうんうん、皆さん日本の皆さんはちゃんと、文法も勉強してますし、うんうん、そこら辺はまあ全然問題ないですね、システム的には。ただそのいわゆるその心理的な教育ですか。そうですね。その恥ずかしいっていう、そういう思いをしないような教育も入れないといけないですね。はい、おっしゃる通りですね。そうそう、で間違っても、うん、あの話し続けると。はいはい。どうしてもね、恥ずかしがらない、まあ、これは本当に教育制度の話になっちゃうので、ね、うん、もう言ったらきりないですけど、どちらかというと減点制度っていうのかな、だと思うんですね。で間違ったら、ね、マイナスされる、だから言わないとかね、うん、どうしてもこれは能力というよりも、まあ、メンタリティの問題なので、ただそこはだから教育先生も、ね、失敗してもどんどんね話す場をやっぱり提供しなくちゃいけないし、我々もそれね、めげずに当たり前なんだと、ね、だって自分の国の以外の言葉を話してるわけで、それができなくて当たり前なんだからと思わなきゃいけない。なるほど、本当に実践者がね。であとですね、今私が一つのそういった意味では日本にとって希望はあるんですよ。希望っていうのは、うん、あのそういうなんですかね、どんどん国際化あの進んでるんですか、はい、グローバリゼーション進んでますね。日本の子供も外国の人をこう、うん、しょっちゅ う, こう見かけるっていう、ちょっと慣れてくるんですよ。それとその恥ずかしいっていうあれがなくなっちゃうんですよ。そういえば当たり前になってくるわけですね。それは状況が良くなってるのは、はいはい、確かに。と分かったのは、はい、私がそうですね、東海大学の後にあの博士課程入学のために法政大学に行ったんですよ、1990年ね。で、1998年にグルジアに帰ってきたんですけれども、はいはい、あの後はほとんど10年ぶりに行ったんですよ。2007年行って、はい、その後2009年も行ったんですね。その時は JICA で仕事したんですね。あ、JICA ですね。で、JICA 研修で行ったんですね、2回。それで、例えば初めて行った時 の,、うん、あの日本の生徒、普通の学校の生徒、例えば中年生とかの、うんうん、はい、リアクションは、なんですかね、非常にこう怖がってるというか、面白いけど話したいけども、ちょっと協力っていう感じだったんですよ、私と見て、私から見てですね、はい、でも2007年とか9年行ったらもう、こうすごい気軽に声かけたりして、ハローとか言って、お名前なんですかって英語で話しかけるんですよ、子供でも。あ、それはいいことだと私はその時は思ったんですよ。やっぱり時代の流れでこう、そうです、良くなってるはいるんですよね。よくはなってるんですよね。そうですね。そう、ただまあそれはまだまだまだ一部の人間であって、もっと本当にね、たくさんの日本人がそういう風にならなきゃいけないし、そうです、そうです、そうなってね、当然というかなってほしいですよね。そうですね、うん、当然グローバリゼーションというのは、一つの挑戦でもあるんですね、はい、チャレンジなんですね、うん、日本の皆さんにとっては。そうですね、そうするとそういった教育は非常に大切だと思うんですよね、うん、おっしゃる通りですね。外の社会にこうこあのコミュニケーションする、あと、うん、ご存知の通りいろんな国はいろんななんですかメンタリティがあるので、うん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 、それは受け入れにくいメンタリティもありますから、うんうん、それをよくコミュニケーションして、自分はこうですよっていう、うん、強調、片正しい外国語で強調するためにそれなりのそういったような教育が必要なんです、うん、言葉だけはね。そうですね、で恥ずかしがらないで、もうちゃんと強くアピールするっていう、そう、せっかく、ね、日本人ですよとこうですよと、私の意見はこうですよと、うん、それは言わないと伝わらないしね。そうです、で特にそのあの若い子たちと話しているとですね、うん、どうしても、まあ、グローバリゼーションの流れは分かって、危機も分かってるんですけど、まあ、別に俺日本でずっと生活するから関係ねえよみたいなところが多いんですけど、グローバリゼーションってそうじゃないんですよね。自分が動かなくても向こうからやってくる。ご存知かもしれないですけど、今日本のコンビニスーパーのレジの人って日本人の方だったらほとんどいないですし、ね、若くて優秀な外国の方がやってくださって、ほとんど職が奪われている中でね、まあ、それに対抗するのはもちろんそれぞれの知識、ね、スキルを上げるのは当然ですけど、その前提として言葉をね、まず
一つの段階まで上げていかないのというのは我々常に思って伝えてるつもりなんですけど、うん、なかなかね。あ、それはやっぱりこう皆さんそういうふうに考えてる、野次さんと同じように考えてる皆さんは頑張って、うん、そういう知識を、そうですね、できるだけのたくさんの日本の皆さんが身につけるように、うん、すれば、そうですね、それは手だと思うんですよ、はい、やっぱりチャレンジはですね、日本の先ほど教育制度と言ったんですけども、うん、他の科目は非常にレベル高いですよ、うんうんうん、他の国の学校にもそれ例えば算数とかですね、あ、まあ、高いですよ ね、 ね、うん、ただその言語のレベルっていうか、うんうん、そこの部分で少しあったりとか、ね、グローバリゼーションにこう、なんですかね、付き合うために、うん、ついていくためにはそういう、うん、こう自分の協調力をこう 強くしていくんですね、うんうんうん、恥ずかしいっていうあれを乗り越えない。そうですね、決して劣ってるわけじゃないですし、です、持ってるんですけど、ちゃんとそう伝える力、これも一つのね、自分の能力ですし、それはね、我々本当にこれから大きな課題としてね、やっていかなきゃいけない。そう、日本の皆さんはバイリンガルにならなきゃいけないですね。おっしゃる通りですね。そうするとメンタリティがもっと上達していく、はい、メンタリティが変わるっていうか、いい方に変わるんです、うん、これあれですか、もうどんどん自分がこう外に出ていってくじけて何くそと思ってやるしかないですよね、うん、なかなか、うん、でも、うん、やっぱりそういう絶望する状況ではないです、やっぱり、うんうん、日本の皆さんは非常にこう、うん、生活の状況とかですね、うん、教育のあれが非常に素晴らしいので、うん、グローバリゼーションに必ず勝っていくと思うんですけども、うんうん、ただ今、まあ、それこそ諸角さんのような方々が多分増えてるっていうのはもう感じてますし、うん、そうですから、やっぱり日本の社会もどんどんこう強くなると思うんですよね、グローバリゼーションの前で、うん、なるほどですね、ありがとうございます、貴重なお話、はい。